君だけの惑星を。新感覚惑星育成シミュレーションゲーム、ハッピーバースデイズ。ここは惑星の断片。君だけの自由な発想で命を発展させることができる場所。これまでにいろんなことを教えてもらって、たくさん生き物を誕生させることができたね。大地、気温、時間を操ること、基本はもうバッチリだけど、もっとできることってあるのかな？もちろん。じゃあまたいろいろと教えてあげるね。まずは誕生した生き物をキャプチャーしてみて。だ、レベルアップした？生き物をキャプチャーして図鑑に登録することで経験値がもらえるんだ。レベルが上がると体力が増えたり、大地を動かせる範囲が広くなっていくよ。おお、一度にでっかく動かせると豪快で気持ちいいね。図鑑では発生条件と適応条件を確認することができるよ。なかなか目当ての生き物が生まれないときは発生条件を、大好きな生き物がすぐに絶滅しちゃうときは適応条件を確認すると、その条件に今の惑星が合っているかどうかが一目でわかるんだ。なるほど、これは便利だ。そしてどうしても自然の力だけじゃ誕生させられない生き物は、たくさんの強力なスキルを使ってみるといいかもね。種を使って、あ、進化した。こっちは突然変異。スキルってこんなこともできちゃうんだ。自分だけの惑星作りをより楽ちんに。いろんなスキルを使ってみてね。環境をうまく整えることができれば、夢の共存だって可能に。さらにこんな遊び方もできちゃう。くー、紹介しきれないね。遊び方は無限大。君だけの作るを楽しもう。ハッピーバースデイズ、2018年3月29日誕生。